まさかクヨちゃん家に来ると思わなかったな。いや、こよりも連れ込むことに成功するとは思いません。なんか人聞きが悪いペコですけども。いやいや、でもね、猫がいなかったら来てくれなかったから。あ、それある。それは間違いない。買っといてよかった。マジでそれはそれでおかしいペコだけどな。いやいや、でもマジでこよりがね、猫飼い始めた理由、うん、ペコラ先輩の一押しがめっちゃでかかったですからね。うん、あの時でしょ、ミオ先輩とペコーラとの。そう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 、あの案件配信の時に言ってたもんね、買いたいんです、どうしようか悩んでるんですよっつってたもん。そうなんです、猫のために生きれるっていう、うん、ペコーラ先輩の言葉がでかすぎて、本当にちいこよ可愛かったな、お前のためにこよりは頑張るぞって。うわ、いい、そう、 そうやって生きてこう、やみそうになっても頑張れる。いや大丈夫こより大丈夫、なんかやることがあるなら相談に。本当に本当に乗ってくれる？全然全然。じゃあ今日返さないよ。いや、終わった。なんですぐ終わったらすぐ。いや、え、じゃあ、うん。こよりがね、歌わけでやりたかったのが、うん、一番がこれだったんですよ。なんだろう、これだけやりに行きますって最初は言ったんですよね。だから家に行かせろみたいな。この一個だけで家に行かせろ、お前、行かれちまってるよ、マジで。それの合いの手だけしに行くんで行かせてくださいって言った、これを、ちょっとね、みんなも、あの時の興奮を思い出してほしい。この曲いくぞー。おもろいな。ペコラ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 。これをやるためにベッコーラに来ようとしてたのかよ。本当です。これはないよ、小百合のこの本気伝わってないですか。いや、気持ちよかったよ、マジで。よかった。歌いながらすごい気持ちよくはなってたよ。でも怖かったよ。なんでだよ、お前一応ホロメンだろ。えぇ、怖いよ、お前ちょっと。ホロメンに権利はないって言うんですか。いや、あるある、する権利は。ちょっと怖かったよ。なんでだよ、隣が本気すぎて。いや、コールはね、120% 出して、なんでもん、なんでもんですから。確かに、こんなさ、生のさ、合いの手をさ、うん、窓なりで聞くことってなかなかないべ。あれ以来です、あれ以来ですもんね。しかも、窓なりって、なかなかないよ。いや、これをね、隣でやりたかった。あ、字が出しちゃった。いや、いいよ。ごめん、ノウサギなのに字が出しちゃった。うん、それは良くない。あ、良くなかったわ。ノウサギは字が出していけないから。今日だけな、はい。今日だけ、今日だけです。うん、今日はコラボ企画だからね。そうだよ、そうだよ。今日はね、ノウサギじゃない、あんた。今日は白衣こよ。やったー！こよこよ、こよここ、よこ、こ。